どうもシャーペンです。今回は10月15日となりまして、東京リベンジャーズコラボ終了したんですけども、コラボが終わるとどうなるのコラボが始まるということで、モンストもついにね、ジョジョとの第2弾ですね。いや、このタイミングかと。とりあえず、僕は2段を引く。1段とりあえず持ってるのか、そっか。上限1体だったか。いや、でも3部ですからね。僕もジョジョは結局、去年のコラボ決定して、見始めたんですけど、しっかり。ただその前からやっぱり3部のことはね、インターネットに触れてると、出会うというか、もう3部に関しては、セリフとかね、シーンとかは、散々ありますし、あとやっぱ、心ジョジョるっていうね、動画があるんですけども、それで結構もう、大まかなストーリーというか、アブドゥル、知っちゃってるというかね、お、いいですね、幸先よく、ジョセフ、多分。あ、いいえ、なんか最近、最初の10連で、星5が出ないこと多かったから、今回はなんか幸先いいかもしれない。ちゃんとコラボガチャを引いてるような感覚だと思う。ジョセフ。ジョセフ多めですね。で、ED スタンプ。アブドゥルがちょっと割と性能がね、グロースイヤーも、これはこの時代らしい砲撃型友情ブーストのグロースイヤーなんで、作成優先なら高いですね。ジョセフはなんか高難易度にはまりそう。お、一発目なんか最近星玉の存在忘れちゃうんだよな。星玉が最近仕事してる感じが、でもキュピン引いてるからな。キングダムでキュピン引いてるんで、それがやっぱ大仕事だから。はい。あいマチュピチュかなですね。今回はちゃんと、しっかり100連。初行部回収はもう半ば諦めてるんですけども、完全に夏休みの宿題のような感覚で、今最後の追い込みをかけてるんで、その分もあるから、とりあえず100連は引かせていただく。ちょっと怖いな。当時マイキーがさ、おしここで丈太郎が出てくれれば、おっしゃでかい。今ちょうどその話をしようとしたらちょうどマイキー最初で出なかったから、後からピックアップで大幅になるかなと思って言おうとしたら、まずここで大当たり枠をよしやってる。からの課長員。いや、これは、でかい。この段階で丈太郎の、こっちの携帯を、なんなら僕は、ストーンオーシャンの方で丈太郎が出るんかいっていうね、ツッコミが入ると思ったんですけど。いや、もうこれはもうマイキーと一緒ですからね。明らかにもらえてるスペックを。もう明確な大当たり枠を設けられてるんで、これがあるとやっぱコラボガチャ引きやすいですからね。性能目当てって話でも。さあ、でも、もちろん、華僑院もポルナレフも欲しい。華僑院も離れ国に特攻ではあるんですけど、結構それにとどまらず、まだガブリエルと一緒に仕事をさらにもらう可能性ってあると思ってるんで。で、ポルナレフはもう、将来性。んあ、んじゃ、何がんだ。なんかね、メラメラしてますね、このガチャ。何回当たりだと思ってんだよな。なんか倍率はそこまでらしいんですけど、弱点必中なんで結局。弱点必中 SS は、もうなんやかんや使いやすい、もう。台がね、印象的ですけど、でも台がすごいからな。また EX で活躍してたし。あの SS は息が長いと思うんで、今回ジョジョはね、かなり引き得だと思いますね。なんか、アブデルがいいって話だけど、めちゃくちゃ火が多く感じるな。アブドゥル。サクサクいこう。いや、でも、丈太郎を先に2体引けてるってのは、だいぶ、気が安心。今のところ、僕今、キングダムパターンだな、これ。最初に僕、キングダム、シーンをめっちゃ引いたんで、で、教会と大内将軍が全然出ねえっていう。それはそれで、あっしゃなんか今、その話をすると出てくれるな。あ、いや、僕のやつ。今日なんか、不安してることを不安の口に出したら、そのモンスター解決してくれるって回ですね。画面で解決してくれるんだ。一番優しい。今日のモンスト。オッケーオッケーオッケー。あとは華僑院。最悪華僑院はって言おうとしたけども、やっぱさっき言ったように、やっぱガブリエルがいるんでね、まだガブリエルのあっちの携帯は、まだ残してそう感があるんで、そこと共通してる華僑院はちゃんと持っておきたい。止まっていいよ。でもほんと止まることがもうないですからね、僕多分。通常キャラクターほぼ、というか持ってるんで、グング。通常キャラクターを全部コンプしてることが判明したんで、マジで今年、まあ、引いてるんだろうけども、意外と通常キャラクターの引き良かったんだな。まあ、ちゃんと発言確定とかも引いてるからだろうし。あとコラボ演出みたいな。第1弾ってなんだっけ？あれか、ストーンフリーの意とか。だから今回、スタープラチナのオラオラしてくれんのかな。どこで発生するかってのが。これで、あーい！ピッ！ストーンフリーここでしたよね。離した瞬間にピュンっていった気がする。ここで、ほら、違うな。はっ！おっやばい、完全キングダメって一緒の流れになってるガチャ。芯がめっちゃ出るんだと一緒で。一応明確な当たり枠の丈太郎がめっちゃ出る。これは全然いい。ああ。アブドゥルも終わっても、今のところ順調も順調です。あと、佳境院出てくれればもう、満足で撤退できる。あとは、ジョリーもう1体持っておくかなって感じかな。2体いるかな。ウェザーサポートタイプだし、ジョータロウのストーン車も、まあ2体持ってるから、ジョリーノどうするかだな。今回すり抜け発生しないですね。やべ、とか言ってたな、あと20円。なんかもう100年が早えよ。まあでも前のね、なんかガチャリドラッシュの200連があったから余計に100連がちょっと早く感じるのか。あの200連はなかなかでしたけどね。インパクトをコンプしたい。久々にこの動画内で。いやーこれは29国の子だっけな。あ、ピムスだそうだ。いや、最近なんか1個の動画でコンプできないな。まあ、最後の10残ってますけども。まあ、それ恵まれてる方なんですけどね。100連でコンプって、多分。あっまあ普通はこうなったら後からピックアップで狙うのがもちろん賢いです。ただ動画を撮ってる分ちゃんと引き切りたいという気持ちがあります。はいやろ。ああまあもうこれ完全ボックスがパンパンになった影響でもうなんか今日調子いい気がする。もう星玉いくわ。ぴったり100連だ、まあ、ぴったり100連だったんですけども調子いい気がしたんで星玉まで引きます。でなかったらあとはピックアップでおう過剰引用。いやでもこれが丈太郎じゃないだけ全然いいわ。マイキの時は結構苦しかったですからね。まあ思ったよりサクッ。おっしゃやっぱり今日だった。雰囲気あったもんここに来て丈太郎ここに来てのストーンオーシャンジョータロウですね。もう気分いいからめっちゃ拡張もして、最後の10連も引いちゃう。で、これでもう、完結。ジョジョコラボガチャは。今日はジョータロウに愛されてる日でしたね。最高だわ。ただコラボ演出でなかったのちょっと、悲しかったが、まあそれに引き換えてちゃんと出てるんならもう全然いいですね。もう止まることはないのか。あとはさらっと、おっしゃ、さらっとポルナレフ、マジで一番、ほんと今言おうとした。さらっとポルナレフって言う前に出てきた。完璧だ、今日のガチャ。神ガチャだ。もう自分の結果がいいだけで神ガチャって言っちゃうやつ。完璧すぎた。あ、摂取。あ、摂取締めもいいですね。摂取で幕を閉じるということで。いやちょっとここ最近コラボガチャなんかコンプできなかったんですけども始まった瞬間引くと久々にしっかりコンプしてしかも一番目当ての丈太郎も3体で、まあ、この怖かったねポレナイフも2体所持もありがたいで佳境院はとりあえず1体持ってくれ全然いいと思ったんで今日は120点です。はい、神ガチャでしたということでよかったらコメント欄皆さんのガチャ結果とかお待ちしております。あと、チャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。こういう子もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよならの冒険。